今日昼ごろ、南九州市の交差点で、右折しようとした軽自動車と対向車線を直進してきた普通乗用車が衝突し、軽自動車を運転していた81歳の女性が死亡しました。警察によりますと、今日午前11時半ごろ、南九州市知覧町西本の交差点で、右折しようとした軽自動車と対向車線を直進してきた普通乗用車が衝突しました。この事故で軽自動車を運転していた南九州市知覧町東別府の立石雅子さんがハンドルで胸を強く打ち病院に運ばれましたが、およそ2時間半後に死亡しました。普通乗用車を運転していた鹿児島市の女性に大きなけがはありませんでした。現場は信号機のない交差点で、警察は事故の原因について詳しく調べています。